なるんだろう。不思議の国のアリスをモチーフとして舞台、全く何も思い浮かびません。大体私は脚本家ではないのですよ。それなのになぜいつもお芝居の台本や劇の脚本を書くことになっているんですか、うん、あなたに言っても仕方ありませんね。それよりみんなの意見を聞いてみたら、ほぼ全員がアリスをやりたいという結果に。小鳥やエリは他の役でもいいとは言ってくれましたが、もうここまで来ると6人がアリスでも9人がアリスでもあまり変わらない気がしてきました。あ、そうです、9人のアリスがそれぞれ旅をしながら歌とダンスのかけらを見つけ、最終的にみんなでライブをするなんてどうでしょう。それならばアリスのキャラクターをメンバーそれぞれの個性に当てはめて書けば物語が成立する気がします。これでいきましょう。ありがとうございます。あなたに聞いてもらったおかげで今回もなんとか乗り切れそうです。